皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回の動画は僕が最近買ったエレキギターを皆様に紹介させていただくという雑談動画でございます。近頃僕が買ったこのエレキギターを皆様に音を鳴らしたりとかお話をしたりとかしながら、ご紹介させていただきますので、なんかこう、へえ、そのギターもあるんだみたいな感じでね、ちょっと楽しみながら、見ていただければ、聞いていただければ幸いでございます。これがまあそのエレキギターそのものなんですけれども、グヤトーンというメーカーの SG-12T というエレキギターでございます。いわゆるそのビザールってやつなんですけれども、これ何年製だと思います？何年製だと思います？まあ1900うんたらうんたらなんですけど、1900何年でしょう、何年製でしょう。実はこれ1967年なんですよ。結構古いっすよね、結構っすよね、67年っすよ。今これ撮影してるのは2019年なので、ちょうどまあ52歳のギターって感じなんです。1966年にビートルズが来日してるはずなんで、まあ、ちょうど日本でこのバンドブームみたいなのがね、そのわーってこう盛り上がってる時期に、日本のメーカーがこのエレキギターの技術持ってないからさ、なんかこうああでもねこうでもねみたいな感じで、もうひたすらこの勘と努力と試行錯誤を繰り返して作ってた時代の、ギターでございます。もうなんかこの独自性が過ぎて、そのガラパゴスってわけじゃないんですけども、もう個性が強すぎて、もう突っ込みどころがすごいんですよ。もう個性が強すぎて、もう突っ込みどころが多すぎて、もうそれがもう味になってるって、もうそれがいいんです。ちょっとね、とある場所で僕がこうチロチロっとね試奏させてもらったら、もうすごい気に入ってしまって、ちょっとこれ欲しいんだけどみたいな感じで、もうほぼ一目惚れみたいな感じで買ってしまいました。ビートルズが来日している頃のギターって聞くと、なんかすげえなって感じですよね。ね、僕もそのビートルズね、その生で見たかったなってすごい思いますけどね、66年っていうと、もう結婚前だし、まだドリフターズがうんたらかんたらの頃だからなっつって、でもその頃に作られたギターってことで、もういいっすよね、この半端ないっすよね。でもなかなかね、この皆さんこういうビザール系のギター、目にすることないと思うので、やっぱ近くで見たいと思うんですよ。なんでちょっくらベベンベベンベンベン、ビデオカメラをスイッチオンとして、画面のズバババーンと、お近くのお手元もお見せしながら、ちょっとね喋っていこうかなと思います。全体像としてはこんな感じですね。ちょっとまあいろいろ喋りたいことがあるんですけれども、とりあえずざっとヘッドのグヤトーンのロゴは、こんな感じですね。やっぱりこうギブソンとかを意識してたんですかね、 G で始まるメーカーっていうのは。でこうペグがですね、なかなか面白い形状になってまして、本当にこんなんでいいのかなって感じとするんですけども、こんな感じで、何よりもそのこのねヘッド角がついてないから、このストリングスガイドが超絶大事な役割を担ってるんですよ。これ角度ついてなさすぎやろって感じですけども、まあ逆にネック折れとかなくていいのかなっていう、まあそういう前向きな解釈で、で普通に、ローズ指板がバババババッとあって、こんな感じのボディになっております。後ろはこんな、ちょっとこのクラックに関しては後でお話をします。でこのジョイントがあって、でモデル SG-12T と書いてあるという感じでございます。で個人的にも一番これ胸圧ポイントとしては、これです。これほら、この頃ってさ、ほらグヤトンとかヤマハとかもそうですけれども、その日本にエレキギターを作る技術っていうのが全くなかったから、ノウハウが全くなかったから、その日本人の人たちがそのギター、そのフェンダーとかギブソンとかのギターのカタログとか写真とかを見て、もう勘で作ってる頃なんですよ。まあこんなもんじゃねえのみたいな感じで勘で作ってる時期のギターなんですけども、なぜこうなったって感じですよね。これもう独自性が過ぎ て、これもう何バッカーみたいな感じですし、これ何バッカーなんですかね。これがポールピースになるのかな、ちょっともう全然、このなんか布っぽいこれの存在意義よっていう感じもすごくしますけども、もう素晴らしいですよ。もうすごいいいですね。もうこういうの大好き。もうこういうツッコミどころたくさんのすごく好き。で、ここにスポンジかましてあるんですけども、このスポンジがないと、ここでえらい共鳴をしてしまうという、そういう、ね、もうダメじゃないかって感じなんですけども、そんなのがあったりとかします。さすがにもうね、結構古いギターなんで、サビとかも結構ひどくてですね、こんな感じで、もうこの汚れではない、なんていうんですかね、もうこのメッキが剥がれてきたみたいな感じの汚れが出てきております。でもこういうくたびれ感、僕すごく好きなんで、もうむしろこういうのもプラスポイントですね。だってこういうのとかってさ、これはまあ、リーシューとかでできなくはないけどさ、やっぱなんかこう、味って考えると、なんかすごいこうね、なんかこう、ロマンを感じるんですよ、僕は。なんかすごい、ね、昔からあるギターなんだなって思うと、なんかすごいこの愛着が湧くというか、よくぞ私の手元に来てくれたみたいな感じでしょ。なんかそういうこのロマンをすごく感じます。
で、このクラックがたくさんあるのは、これね、びっくりすることに、そのバラバラだったそうです。バラバラ。もうこういうところからその全部、そのもうあのクラックとか亀裂とかそういう問題じゃなくて、バラバラだったそうです。バラバラ。こういうのとか。もうマチコさんもびっくりですよね、こんなんね。うちのマーティンのマチコさんも結構バキバキだけど、もうそれの桁違いのそのね、バラバラ感、バキバキ感。で、これをバラバラだったのを全部くっつけてリペアをしたそうなんですけれども、半端ないっすよね。どんなんだよっつって、どんなんだよっつって。で、一応ギターの種類としてはフルアコースティックギターになるんで、センターブロックがないものになります。ちょっと中を覗いてみますと、ピカーンっつってね、こんな感じかな。お、結構見える、結構見える。こんな感じでセンターブロックがないタイプの、フルアコースティックギターです。で、ここに支柱が2本あるんですけど、この右側か左側がどっちかわかんないんだけど、この片方の方は、そのリペアの方が自分で作って付けたそうです。もともと片方なかったんですって。でも考えてみてさ、だってこれ、だってこれ、なかった、だってこれ左側なのかな、木が新しいから。これだって、そうね、これなかったらダメじゃんって感じですよね、ギターとして。だって一応このアーチトップになってるからさ、ね、その弦張ればもちろんテンションがね、その圧力がさ、こっち側にバーッとかかるわけでさ、これ耐えれるわけないじゃんね、こんな薄い木でね。で、それ考えたら絶対支柱入れなきゃダメだと思うんですけど、入ってないっていうこの謎のスペック。いやー、たまらんわって感じですね。たまらんわって感じでございますよ。で、このね、昔ながらのこのトーンとね、このオーディオ機器についていたつまみでございますよ。ラジオとかについてたんですよ、こういうのが。それをね、このエレキギター用とかないからさ、そのラジオとかバッと取ってきて、ここにつけるわけですよ。いいっすよね、この味のある感じ。で、この、スイッチは単純にこのね、リアとフロントのピックアップのオンオフスイッチです。これがオフの状態で、こっちにするとリアがオン、こっちにするとフロントがオンっていう、なんかそういう謎仕様に、なっております。たまらんっすよね、たまらんっすよね、たまらんっすよね。こんな感じの、お近くの、映像でございました。ペペン。ではでは、やっぱりこの見た目も気になるけれども、やっぱり皆さん気になるのは音だと思いますので、音を鳴らしてまいりましょう。ペペンペンペン、ゼンハイザーのワイヤレスで、こちらに行きまして、ブラックスターのスタジオ10 E6L6 で試奏していこうかなと思います。とりあえず順番にまずリアからまいりましょうか、リアから。オフの状態にして、こっちのスイッチを上にポンとやると、リアのピックアップが鳴ります。いやー。意外といい音するんですよ、これは。ちょっと良くないですか？え、全然普通にいい音するじゃんみたいな。このちょっとソリッドギターっぽい感じもするんですよね。あんまこうフルアコっぽくないというか、なんていうか、結構リアで弾いてるさ、結構バキバキと。結構バキバキする感じでね、割と扱いやすいトーンなんですよ。ちょっとフロントも行ってみましょうか、フロント。こちら。なかなかええやんけ、ええやんけって感じですよね。ちょっとそのままミックスしてみましょう。リアとフロント両方ともオン。これもなかなかね、結構いいんですよ。
っちもなんかすごいいい感じじゃないですか。なんかこのちょうど良いジョンガラカみたいな。リアのこういう感じです。なんかこの、ね、リアの音もすごいなんかねすごい気に入ってるし、こっちのフロントの音感じ。このミックスした時も、このジョンガラ感感じの音です。ちょっと歪ませてみましょう。また順番にギアからレッツスタート、ドライブチャンネルを、ちょっくらオンにして、もうちょっと強くしようかな。だんだんピッチが怪しくなってまいりました。とりあえず、まあ、なんとなく察しがついているかと思うんですけども、ピッチはですね、非常によろしくないですね。あのさ、さっきも言ったけどさ、そのヘッド角って言い方するんですけど、この弦が張ってあってさ、そのこのね、なんだろう、そのネックじゃねえや、このナットとかがあって、そのペグの方に行くわけなんですけど、このナットとペグに、そのなんかこの角度が全くついてないから、すごいこの、ね、テンションがですね、弱いというか、かかってないんですよ。多分ね、そういうことも相まってこのね、チューニングが狂いやすいっていう状況が生まれてると思うんですけども、だからほんとね、あのちょっとチョーキングとかね、しまくるとね、ちょっとチューニング怪しくなってくる感じが、します。その辺はこのペグの精度とか、なんかそういった問題じゃなくて、多分作りの問題、その構造の問題だと思うんですけど、ちょっと怪しくなってなる時も、多々ある感じでございます。気を取り直して、いいっすね。
結構良くないですか、なんかこの爽やかな感じの。ミッド感と言いますか、でこれがちょっとまたフロントになるとまたケールが変わってくると、多分のなんかメロウな感じも、いいですね。でこれをまたミックスにしてみると、このオクタブの時いやいいですね。歪ませるとどうでしょう、がっつり歪ませると、素晴らしい。フロントにすると、フロントにすると、
ですね、いいですね。なんか普通にこのクリーントーンもなんかね扱いやすそうだし、このなんかこう歪ませた時もなんかこうなかなかソリッドで、ちょっとこのミッドのこのエロい感じ、なんかこの特にミックスした時のこのなんかこのトーン絞ってさ、このさっきはもう素晴らしいしか言ってない。まあ今度のこんな感じの音色なわけでございます。まあちょっとこの歪ませた時をね、なんかこう今聞いていただきましたけども、そのクリーントーン時もね、そのなんだろうな、ちょっとやってみるとするとこんな感じ。フロントにしてこのトーン、あ、じゃねえや、ボリュームマックスにして、ちょっとこんな感じの音にして、でこのトーンを絞らないとさ。ちょっとこうジャキジャキしてしまうんだけど、トーンを絞るとなんかこうまた扱いやすくなるというか、すげえいい感じなわけでございますよ。そんな感じの、グヤトーン SG12T というギターの紹介でございました。さっきも言った通りでしょうね、とあるところで少し疾走させてもらってさ、なんかこうババッとね、面白いなんだこれみたいな感じで弾いてたら思いのほか良くてちょっとこの買ってしまったと、ほぼほぼ衝動買いみたいな感じで買ってしまったっていうギターなんですけれども、そんな感じのギターの紹介でございました。世の中にはこんなギターもあるんだぜみたいな感じで楽しんでいただけましたら幸いでございます。なかなかね、お店でこれは見かけることっていうのはなかなかないと思うんでね、ちょっと弾いてみたいとか触ってみたいと思ったとしてもちょっとまあ難しいかもしれないんですけれども、もし楽器屋さんとかでね、このグヤトーンのこのロゴ見かけることがありましたら、あれこれ竹谷さんが紹介したやつっぽくねみたいな感じでちょっくらチェックしていただけますと幸いでございます。ちなみにめちゃめちゃ軽いです。めっちゃ軽い、マジで。ほんとめっちゃ軽い。すっげえ軽い。なんで、その外ライブとかで使うときにはすごい取り回しは軽くて、いいかもしれませんが、まあちょっくらね、フルアコだからハウリングしやすいと思うんで、まあその辺の扱いをどうするかなって感じでございますかね。ロックバンドで使うならば、そんな感じで、ちょっと興味がありましたらぜひ、こちらグヤトーンの SG12T、調べてみてくださいませ。一応中古で探せば全然あるはずなので、気になったら、調べてみるのもありでございましょう。それではそんな感じで今日はすっげー長くなりましたけれどもすいません、申し訳ないすいません、すげー長くなってしまいましたけども、そんな感じで終わりにさせていただこうかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。今日も最後までありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。